可愛いガールジャパンをご覧の皆さん、キュートです。キュートリーダーの19歳の矢島真由美です。16歳の鈴木愛理です。16歳の岡井千里です。17歳の中島咲です。15歳の秋原舞です。2月23日に、キュートの15枚目のニューシングル、キスミ愛してるをリリースしました。イエーイ。はーい、この曲はですね、はい、ちょっと、ね、好きすぎて不安になっちゃうっていう歌詞なんですけど、はい、これでこの歌を歌うにあたってこの辺注意したっていう点ありますか？はい、はい、ですね、はい、なんか曲調はすごい強いっていうか、なんて言うんだろう、こう優しい部分もあれば強いところもあるというか、はい、だけど歌詞がすごいなんか強いので、だから強く優しく歌うようにしました。そうだね、難しい、かっこいいね、かっこいいよ、はい、この歌に大人の振りからっていうね歌詞があるじゃん、はい、で皆さんがね、みんなが、うん、大人になったなっていうふうに思う部分、最近はい、お、はい、ある、はい、ざっとよ、うん、ざっとですけど、なんか、豆乳をね、飲む勇気がなくて、うん、美味しいよ豆乳で、アイリとかなっちゃんが飲んでた時期があって、うん、で、まあ、絶対豆乳飲めないみたいなこと思ってたんだけど、うん、いや、ちょっと味はちょっと大人の階段登ろうと思って、うん、で、豆乳の飲んだの、はい、まあまあまあ、結果はちょっとね、ちょっとやっぱ無理っすと思ったけど、うん、でも飲み続けて悪いことはないと思うから、そうね、せめて週1でも飲もうと思ったの、うん、そこでね、大人だなと思った。そうだね、私は週1に対して週1に1本じゃ、うん、絶対効果的にはなんないよと言ったんだよ。うんうん、ね、そうそう、でもなんか効果出てる気がするし、ちょっと待ってね、そうそう、週1になれたら今度週2ぐらいです。あ、そうよ、だんだん増やしていくのよ。そうそう、増やしていく、はい、紅茶の豆乳とかもあるし、あれぐらい、あ、そうね、確かに、そっちで行きましょうという、いいね、はい、感じが出ましたか。はい、からの中島ね、あ、どうぞ、ハッとするギャグ、あ、いいよいいよ、私も中島は、はい、今まで自分の髪の毛やるときに、うん、巻きができなかったので、髪の毛巻くことが、そうね、そう、だけど、最近まだ全然本当に上手くないんですけど、髪の毛ちゃんとくる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 巻けるようにはなったので、うん、そこはちょっと大人になったんじゃないかなと思います。だけどさらに大人になるためには、そうよ、大人の振りだから今、まずね、喋り方を大人に、あ、そうね、はい、そうなんですね、そこは一番難関のポイントなんでね、頑張りましょう。多分10年はかかるんじゃないかなと思います。10年はかかるよ、長いよ、はい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 、じゃあ次では、はい、私は、うん、ちゃんと説明を読むようになった、例えば、うん、あ、ありがとうございます、バレンタインの、のお菓子をみんなに作ったんですけど、うん、その時に初めてキットを買ったんですよ、うん、そのキットに作る前に必ず読んでくださいっていうのがあって、うん、すっごい細かい字バーって書かれてるので、うん、はいはい、いつももう読みたくないやと思って、いや、なんとなくでみたいな感じなんですけど、うん、もう大人だしね、そこ読まなきゃと思って、ちゃんと作る前に全部読んで、リーダーは読まないと絶対できないタイプだよ。そうね、そう、だからちょっと頑張って、頑張って、はい、これをきっかけに頑張ります。はい、じゃあどうぞ、はい、私は、うん、この前初めて新宿駅を一人で歩いたんですよ、うん、おー、どうなんだ、なんか噂で、新宿って駅とか大きいから、うん、こう怖いよとか、なんか迷うよとか聞いてたから、あ、迷うね、うん、できるだけ新宿駅を取らないような経由で繰り返しするようにして頑張ってたんだけど、はいはい、だけどどうしても新宿駅を経由しないといけない場所で、そこ、うん、時間もなかったし、うん、初めて行ったんですよ、うん、そしたらなんかもう次丸の内線に乗る予定で、丸の内線に乗るとこまでの行き道が途中の看板がなくなるんです。丸の内線わかる、次何が行くんだよみたいになって、分かる分かる、迷ったけど、ちゃんと駅員さんにも聞かずに一人で頑張ろうと思ったんですけ けどやっぱり分からなかったからマネージャーさんに電話して、あー、なるほど、まだ大人の振りだね、本当に大人なんだけど、歩いたところはちょっとお金でしょ、あ、歩くって試みよう、大人になった、うん、ありがとう、私はやっぱ最後だからね、はい、超いいこと言ってくれるんじゃないかな、なんか自分の意見でこうお出かけができるようになりました、うん、なんか妹とか、うん、妹まだ幼稚園に入ってないんで、うん、こうどこに行くにもついてきたいっていうふうに言うんですけど、うん、その時とかにママが安心して外に出してくれるようになりました、うん、ああ、ちょうど任せて、はい、なんか昔は危ないから、うん、こう何
一番下の妹連れていくんだったらママも一緒に行かなきゃダメとかあったんですけど、でも最近はあの弟ともう一人妹がいてもう一人妹がいるんですけど、その3人っていうかその4人で兄弟で出かけることが多くなって、こう自分のお小遣いでご飯を食べさせてあげたいとか、大人だわ、大人、それが一番大人だ、なんというね、大人を取りますよ、なんか、はい、親って感じ、そんなことがありますよ。はい、まあ、これからもね、どん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 大人の階段みんな登っていきましょうって、これからだからね。はい、はい、ということでね、キュートのこれからの予定をお願いします。はい、キュートはですね、4月の9日からスマイルエイジと一緒にジョイントライブを行います。はい、初日は日本青年館なんですけども、はいはい、スマイルエイズとジョイントライブをするのは初めてで、はい、あの前にベリーズ工房と一緒にこの合同ライブってやったことあったんですけど、その時はあのタイトルに仲良しバトルコンサートツアーっていうのが入ってたんですけど、はいはい、今回私バトルライブではないので、スマイルエイズとは、ね、なのであのお互いにこういうところを引き出し合って、引き出し合っていいライブになったらいいなと思いますので、はいはい、お時間があったら皆さんぜひ遊びに来てください。はい、よろしくお願いします。はい、その次にですね、次に、はい、あの3月の23日に、うん、あのキュートのアルバムが、超ワンダフル6が、はい、発売になります。イエーイ。どんなアルバムですか？はい、あのですね、今回結構いろんなジャンルの、うん、なんか自分の気分によって変えられるような、そうだ、聴ける曲なので、はい、ぜひその気分で聴いていただけたらいいなと思います。はい、お願いします。そしてそのアルバムを引っ提げて、はい、4月の30日からキュートの単独ツアーも始まります。4月の30日中野サンプラザから始まるんですけども、はい、このコンサートはこの超ワンダフル6を聴いてくれるとすごい盛り上がれると思うので、うん、超ワンダフル6を完璧に覚えて、はい、ぜひコンサート会場に来て一緒に盛り上がってもらえたらいいなって思います。はい、まあ、詳しくはハロープロジェクトオフィシャルホームページかキュートの公式ブロググリーンの方でご覧ください。はい、ということで以上、キュートでした。バイバーイ。